はい、秋ゲームズです。慶雲町にある空島への行き方を解説したいと思います。戦闘町のレシピと岩神の瞳、隠しアシーメントも取ることができます。戦闘町は星5の攻撃料理となっており、攻撃力と会心率を大幅に上げられますので、早めに取っておくのがおすすめです。空島は慶雲町のワープポイントの上にありますが、星マークを使った3箇所に鶴の像があり、それを操作すると空島に行けるようになります。1つ目の像に行くため、慶雲町のワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて、ワープポイントの左を通り南方向に向かって飛んでいきます。七仙人像の左にある岩山に向かって飛んでいくと、山頂に鶴の像があるのが見えてきますので、そちらに向かって近づいていきます。近くまで来たら回転を2回選んで、鶴が慶雲町の方に向くようにします。そうするとしばらくしてから鶴の像から慶雲町に向かって光の線が出てくるムービーが入ります。これで1箇所目は終わりですので、次は五郎山に向かっていきます。2箇所に行くため、マップを開いて五郎山のワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら左を向いて、北方向に向かって進んでから飛んでいくと、岩山の上に鶴の像がありますので近づいていきます。近くまで来たら鶴の像を1回回転させて慶雲町の方を向けてからしばらく待ちます。鶴の像から慶雲町に向かって光の線が出るムービーが入ったら、2箇所目は完了となります。次は奥蔵山に向かっていきます。3箇所目に行くため、マップを開いて奥蔵山のワープポイントにワープをしていきます。到着したら後ろを振り返って、ワープポイントの後ろにある壁に張り付いて上に向かって登っていきます。結構上の方まで登りますので、途中で休めるところでスタミナを回復しながら登るようにしてください。このまま奥蔵山の山頂まで登っていきます。山頂まで来たら鶴の像を3回回転させて慶雲町の方を向けてしばらく待ちます。しばらくすると鶴の像から慶雲町に向かって光の線が出るムービーが入って、これで3箇所目は完了となります。3箇所全てが終わったら慶雲町に向かっていきます。空島に向かうため、マップを開いて慶雲町のワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら後ろを振り返って、上の段に上がっていくと装置がありますので、装置を起動を選んで起動していきます。そうすると上昇気流が出てくるムービーが入ります。ムービーが終わって動けるようになったら、上昇気流が出ていますので、それに乗って上に行きます。上まで来ると足場がいくつか出てきますので、その上を通って進んでいきます。上昇気流がありますので、それを使って上に行くとまた足場が出てきますので、その上を通って進んでいきます。しばらく足場を進むと空島のところに到着します。空島に行くとアチーメントを達成し、少しムービーが入ります。ムービーが終わって動けるようになったら、岩神の瞳と宝箱3個を取っていきます。豪華な宝箱の中に仙腸症のレシピが入っています。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録・高評価をお願いします。